どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております、今回ちょっと皆様にお知らせでございます。トリプルナインからの、お知らせです。さあ皆さん、今日上げた動画、見ていただけたでしょうか。実はもうこの上げた動画からカメラが変わっております。何人か気づいた方はねいるかもしれません。スマホのカメラがねぼやけるんですよね、すごくね。それで前ね、ある方からコメントもらいまして、ぼやけすぎて見えないと、指摘をもらいましてですね、やはり、スマホのカメラじゃ商品紹介するってなるとやっぱ厳しいということになりました。そんなわけでようやく変えたんですよ。こちら買ったカメラです。ドドン、パナソニックさんのワイプ撮り HCW870M でございます。はい、フル HD です。さあようやく買ったカメラなんですけど、こちらの、カメラお値段、高いです。結構性能いいんですよ、7万します。はい、このようなねパッケージになっております。さてこのカメラ今ねもう中身撮ってます、どのような感じになっているかと言いますと、はい、こちらパナソニックって書いてますね。これバッテリーです。はい、パナソニックフル HD ようやくですよ。いやー、待ちに待ったカメラがようやくね買えましたから。でこれね写真撮れるんですよ。これでさらに綺麗な写真撮れるんですよね。でこれでズームと、そしてこれは携帯になんかかざす部分です。そしてこちらが音声ですね。ビデオ撮った時に流れる音声のスピーカーですね。そしてこちらが充電する場所です。で、これで映したカメラのね、映像が撮れるというふうになってます。で、これワイプ撮りなんで、こちらにね、カメラついてるんですよ。はい。つまり、二重撮りできるんですよね。これすごいですよ。僕がね、もしかですよ、いつか顔出しするときは、これを使えば、顔を映りながらね、撮れるというわけですよ。そのためにもね、一応用意しているカメラとなります。そしてね、これ、高画質のね、ズームで撮れるということなんですよ。つまりね、フィギュアとかね、小さい、ものとかあるじゃないですか。もう見にくい、なんかちっちゃい手のパーツとかね、武器とか、あるじゃないですか。それがね、このズーム機能を使えばね、もう一瞬で、もう分かりやすく撮れますから。ようやくですよ。ねえ、もう、有名になっていくためには、やはり、こいつは必要ですよ。そして、僕のね、チャンネル登録者数が、800人、ようやく行きまして、はい。ようやくここまで来ましたよ。でもまだ1000人まで遠いんですよ。いっぱい動画上げてるんですよね。いっぱい動画上げてるけど、やっぱりね、いろんな有名な方々が、たくさんいらっしゃるじゃないですか。その中で僕の動画をこう見てくれる人っていうのは、やっぱりごくわずかなんですよ。やっぱ厳しいですからね、この世界は。この世界ってでも正直ね、有名になろうとすると、やっぱりとても厳しい世界でございますよ。なるためには、ちょこちょこやっぱどんどん上げていくしかね、しょうがないと思います。もう一つはね、やっぱきっかけを作らないといけませんよね。なんか有名になるためのきっかけの動画をね。それはいつになるのやら、まだ先のようですね。僕はね。ようやく買えました、このカメラ。ね、非常に楽しみです。これから、ね、お世話になりますよ。よろしくお願いしますね。あとね、これの、スタンドのやつも買いました。三脚だっけな、三脚のスタンドですね。もう買いました。そうすればね、ちゃんと撮れますんで。このままで撮るとね、すごい撮りづらいんで。今回は、雑談も踏まえつつ、トリプルナインからの、動画のね、新しいカメラ買ってね、こういうことしてますよというお知らせでございました。さあ、このトリプルナイン、いよいよカメラが変わるということで、
もうどんどんバージョンアップしていきたいと思いますね。動画編集ソフトはね、もういいやつ買ってるんで、もうそれでね、徹底的に動画上げていって、まあ頑張りたいと思います。この動画を見てくれている、皆様、これからも応援のほどよろしくお願いいたしますね。さて、せっかくなんで、もうちょっと雑談しましょうかね。プリティストアの方ね、久々に行ってきたんですよ。うん。なぜかと言いますと、ね、10月31日の方に映画 GO プリンセスプリキュアの方が公開されましたんで、見ていきました。とても良かったね。もう子供向けでしたね、完全に。今回の映画一番子供向けらしさ出てたんじゃないかな。うん。とても素晴らしい映画でございました。で、3本立てっていう、まあ、試みで行ったんですが、まあ、うん、成功したんじゃないかな。うん。とても良かったですよ。そして、ですね、プリティカフェの方にも実際行ってきまして、10月でね、開催されてたんで、そちらの方も行ってまいりました。購入品の方はね、もう動画上げてますんで、見ていただければと思います。プリティストアの方もね、まあ、商品紹介いろいろしてますので、そちらの方も見てもらえばと思いますね。もう一つね、皆様にお知らせございます。ですね、あれです。プリキュアコミュニティ。はい。今結構ね、活動が停止状態になってますけども、まあ仕方ないです。一番運営としてね、動いてくれるであろう、ビートさんなんですけども、まだね、受験生ということで、まだね、活動中ですので、だから来年の4月なのかな？ね、彼は、まあ、今後大きく活動してくれると思います。で、その時ももちろん僕も手伝いますんで、ね、皆さん頑張りましょう。僕も、まあ、今ね、メインチャンネルとかゲーム実況チャンネルで忙しいんで、なかなか上げられないんですけども、まあ、上げるには、まあ、上げておきますね。プリキュアコミュニティの動画の方は。で、残念ながら、ね、もう一つ、残念ながらお知らせがね、ちょっと一つありまして、もうだいぶ前かな。YouTuber のね、あの方がちょっと、今、大変なことになっちゃって、現在、ちょっと今、チャンネルがないのかな。黒猫 Wii さんですね。皆様からは、ニレミアム先生と呼ばれてる方ですけども、何があったんでしょうね。とても心配でございます。はい。プリキュアコミュニティの方ね、かなりね、大きく支えてくれる立場の方でもあったんですが、突如、行方がわからずに、チャンネルが消えてしまいましたが、ね、いつか帰ってくれることを、信じて待っておりましょう。プリキュアコミュニティというのは、YouTube 側にあるチャンネルでございますね。皆さんで共有するね、プリキュア好きの皆様が、いろんなね、まあ商品、ね、見せあったりとか、そういう風な動画になっておりますが、あとお知らせとかもね、いろいろ、まあある動画になってます。そちらのね、YouTube チャンネルなんですけども、一応、下の URL リンクに貼っておきますので、ぜひ、興味があったら、見てみてください。プリキュアコミュニティという、はい、YouTube のチャンネルでございますね。そして、Google Plus の方にも、ございます。これは僕が作ったやつなんですけども、コミュニティですね。Google Plus のコミュニティに、プリキュア商品紹介用動画部というのがあります。これは僕がね、メインで動いているコミュニティ、でございます。Google Plus のコミュニティに行けば、ありますので、ぜひ皆さん、ご覧になってください。ただし、このね、プリキュア商品紹介用動画部に入るには、厳しい条件がありますので、その条件に合った方だけが、中に入れるというふうになってますので、ご理解ください。プリキュア商品紹介動画部に関しても、下の URL リンクに貼っておきますので、よろしくお願いいたしますね。ちょっと大きい宣伝しつつ、まあ今後のね、活動状況もなんか、発表した感じの雑談になりましたが、もうちょっと続けようかな。ですね、僕が現在まあ紹介している動画のメインになってるのがやっぱり、仮面ライダーですね。仮面ライダーゴースト今絶賛商品紹介してますね。そしてプリキュアの方ももちろんしておりますね。
プリキュアはもう今後、あとね、ゴープリンセスプリキュアが反則アイテムがもうあと1個という風になりました。早いね。うん。11月に出ます。そして、まあ、仮面ライダーゴーさんも今後いっぱいボン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 出てきますので、まあ、どんどん紹介していきますね。あと、久々にね、カードゲームの方をね、なんか紹介したいなって今考えてます。僕もね、だいぶ前はもうカードゲームの動画とか、ね、開封動画とか上げてたんですけども、今ね、いろいろ忙しくてなかなか上げれないんですけども、そちらの方もね、まあ、上げればなと考えてますね。今僕が雑談してるのは、今後の方針ですね。まあ、この動画ですね、メインチャンネルはどういう風になっていくかっていうことですね。まあ、今まで通りかな、変わんないかな。うん。商品紹介していく感じですね。僕が買ってきたものを皆さんに、商品紹介する形な動画になっていきます。そしてゲーム実況チャンネルの方もありますので、ぜひ皆様ご覧ください。下の URL リンクに貼っておきますので、ぜひそちらから飛んで、ゲーム実況チャンネルの方もね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今ゲーム実況チャンネルのゲーム実況を上げているのが、Go プリンセスプリキュアの、ゲームですね。シュガー王国と6人のプリンセスでございます。これすごく面白いんで、ぜひ皆さん、ね、3DS 買ってプレイしてみてください。ねこれ、プリキュアゲームで一番よくできてんじゃないかな。今までのこう、要素を含めて、凝縮してそれ全部出した感じの、ゲームになってますよ。まあ、パズルゲームになってるんですけども、ストーリーがね、すっごく長いんですよ。今僕、まあ、絶賛ね、今ゲーム実況撮ってるんですよ。Go プリンセスプリキュアのゲームを。ストーリーが長いのなんの。でね、もうネタバレにちょっとなっちゃうんですけど、今後、Go プリンセスプリキュアのゲームの、まあ、ここで言っちゃいますね。言いたいんで。隠し要素あるんですよ。まさかのね、今僕ゲーム実況を撮って、最後まで行ったんですよ。Go プリンセスプリキュアのゲームの最後の、面まで押して、まあ、クリアしたんですけど、最後まさかのね、隠し要素って なんかね、今までのお菓子の材料を集めて、それをね、でかい、タワーを作るっていう、なんか、隠し要素が始まって、で、今、必死で材料集めして、で、それを今作ってるところですね。いやー、まさか隠し要素あるとは思わなかったな。今回のね、プリキュアのゲームはガチで作られてます。ね、バンダムさんやりますよ。今回のプリキュアゲーム結構ガチで作られてます。ハピプリの時はね、結構ストーリー短くて、ミニゲームがちょこちょこあって、で、それで終わりだったんですけども、今回はかなり細かく作られてますね。いやー、素晴らしいですね。もう文句のしようないです。そして、Go プリンセスプリキュアのね、ゲーム実況がもうそろそろ終わるはずなんで、で、新しいゲーム実況を考えてるんですけども、その、二つ、候補上がってます。スターフォックスの、64のゲームあったじゃないですか。あれの 3DS 版がありましたよね。あれを考えてます。一応、あげようと考えてますね。この、スターフォックスってゲームなんですけど、僕すっごい思い出あるんですよ。64の方が、特に64の方ですね。64版の方なんですけど、すっごい思い出あるんですよ。もう、友達、みんなでもう、対戦ワイワイアホホでやったゲームなんですよ。もう、ストーリーモードもね、やって、もう面白かったゲームなんですよ。これをね、皆様に、ぜひ、見てほしいかな。僕の、スターフォックスの腕前の方に、ぜひ、見てほしいかな。まあ、3DS 版ですけどね、うん。あげるのは64じゃない方なんですけど、はい、そちらの方で、ね、楽しみにしててくださいね。あともう一つ候補上がってんのが、ゼルダの伝説、ムジュラの仮面っていうやつ。これもまた64のやつなんですけども、これの 3DS 版があるんですね。また。はい。このね、3DS ね、なぜかね、64の懐かしいゲームがね、こうリメイクされて出てくるんですよね。うん。これいいですよね。うん。実はこのゼルダの伝説、ムジュラの仮面も僕のすんごい思い出ある作品なんですよ。子供の頃ね、かなり遊んだ RPG アクションのゲームになってます。これ、すごいですよね。よくできてるんですよね。ムジュラの仮面はね。やっぱゼルダですからね。これもね、友達の家行ってね、もうすごいほど遊んだゲームなんですよね、ムジュラの方も。いやー、懐かしいですね。そちらの方もね、
やっていこうと思っておりますね。で、今、ゼルダの伝説ムジラの仮面って言えば、今有名な YouTuber の、あたりなりゆきさんがね、動画上げてますけども、僕あれね、いつも見てます。ね、懐かしみながら、こういう風なことね、やってきたなっていうの、なんか懐かしみながら見てますね。ということで、長い雑談になっちゃいましたが、いかがでしょうかと、お知らせの方もね、ちょこちょこやってきましたけども。はい、これからもトリプルナイン動画ね、頑張っていきますね。もう、そしてもうね、早いね。あと2ヶ月したらね、2016年になっちゃうっていう。早い。時が過ぎるのが早い、本当に。ね。これからも、トリプルナイン動画、頑張っていきますので、皆様よろしくお願いいたしますね。ということで、今回はこれで以上です。ありがとうございました。では皆さん、次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は、PC の方はこちらをクリックして登録。スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。